の皿をひっくり返しご機嫌なベイビー、新築のフローリング一瞬で台無し、笑う俺にちょっと服の手伝ってと君は立腹、ぐちゃぐちゃな手って子供俺にひっつく、昔から俺は物臭、君を困らせる豆なのは夢にだけで、脱いだもんもそこらへん、君はいつも怒りながら靴下拾っていつかちゃんと叶えてって苦笑いで言ってた、なんて昔思い出しつつ、布巾探すと俺がやりますとキッチンから旦那さん、そうねあんた今日は客だねと君笑う、俺の後輩を尻に敷くなよと俺は返す、多分これでよかった、別れたのはよかった、次に君が選んだのがこいつなのもよかった、後輩の紹介が唯一のサプライズ、強がりで言うよ改めておめでとう、約束してたこと忘れたり普通にダメ、片付けもせず横になる本当にダメ、マジ俺バカだったな。